レナート・ベルゲリンは、スウェーデンベスト・ライエータランド兼アリングス・オース出身の男子テニス選手。1948年の全仏選手権、男子ダブルスで、ヤロスラフ・ドロブニートコンビを組んで優勝し、スウェーデン出身のテニス選手として、最初の四大大会優勝者になった人である。四大大会男子シングルスの自己最高成績は、ベスト8であったが、 スウェーデンにおける競技テニスの確立に多大な貢献をした名選手であった。彼はビョルンボルグのコーチとしても有名である。スウェーデンが男子テニス国別対抗戦、デビスカップに初参加したのは1925年であるが最初期はヨーロッパゾーンから出られないレベルにあった。第二次世界大戦の影響により、 デビスカップは1940年から1945年まで開催中止となったが終戦後の1946年から再開された。新たな代表選手としてレナート・ベルゲリンとトルステン・ヨハンソンが選ばれてからスウェーデンは世界的な躍進を始める。ベルゲリンとヨハンソンは初出場時の1946年にヨーロッパゾーンを勝ち抜いて一気に インターゾーン決勝まで勝ち進んだ。インターゾーン決勝戦では、ベルゲリンとヨハンソンは、アメリカ代表選手のフランク・パーカー、ガードナー・ムロイ、ビル・タルバート、ジャック・クレーマーに5戦全敗で終わっている。デビスカップに初登場した年、ベルゲリンは、ウィンブルドンでも初の準々決勝進出があり、第3シードのジェフ・ブラウンに11から13、9から11、 4から6のストレートで敗れた。翌1947年のデビスカップで、スウェーデンはヨーロッパゾーン1回戦で、チェコスロバキアに敗退した。ベルゲリンはこの時のチェコスロバキア代表選手だった、ヤロスラフ・ドロブニート、1948年、全仏選手権の男子ダブルスでペアを組み、決勝で、オーストラリアペアのハリー・ホップマンフランク・セッチマン組を8から6。 6から1、12から10のストレートで破って、初優勝を決めた。これが、スウェーデン人のテニス選手による、最初のグランドスラムタイトルである。同大会のシングルスでは、初進出の準々決勝でドロブニーに敗れた。その後、インブルドンで2年ぶり2度目のベスト8に入り、ここでは、ボブ・ファルケンバーグに敗退している。3年後の1951年にも、 全仏選手権とウィンブルドンの連続ベスト8があり、全仏はケン・マグレガー、ウィンブルドンはエリック・スタージェスに敗れた。ベルゲリンはデビスカップの代表選手として、1946年、1950年、1951年、1954年の4度スウェーデン、代表チームをインターゾーン決勝戦まで導いた。1950年以後、彼は、 デビスカップのダブルス戦で、スベン・デビッドソンとペアを組むようになる。彼のダブルス成績は、トルステン・ヨハンソンとのコンビで9勝5敗、デビッドソンとのコンビで9勝4敗となり、最後の1965年出場も含めて19勝9敗となった。シングルス通算勝利数は、ヤン・エリック・ルンドクイストとウルフ・シュミットに続く、チーム歴代3位記録である。 1955年、レナート・ベルゲリンとスベン・デビットソンは、全豪選手権出場のため、オーストラリアに初遠征を行い、スウェーデン人選手として、最初の全豪選手権出場者になった。ベルゲリンは準々決勝で、地元、オーストラリア人選手のレックス・ハート・イグニ6から4、2から6、6から4、4から6、3から6で競り負けた。 これが彼の最後の4大大会場維新室になり、シングルスではとうとう準決勝に勝ち進めなかった。1965年、40歳になったベルゲリンは10年ぶりのデビスカップに参加した。スウェーデンがヨーロッパゾーン1回戦でポーランドと対戦したとき、ベルゲリンは第3試合のダブルス戦でヤン・エレック・ルンドクイストと組んで勝利を収めた。こうして、 彼のデビスカップ通算成績は62勝26敗となり、スウェーデン代表選手としてスウェン・デビッドソンと並ぶ歴代3位体の記録を残した。その後、1966年全豪選手権で11年ぶりのオーストラリア遠征を行い、1回戦でジョン・クーパーに3から6、6から4、3から6、10から8、3から6のフルセットで敗れた。 ベルゲリンはこれを最後に、自らのテニス経歴に最終的なピリオドを打った。選手生活からの引退後、ベルゲリンは、ビョルンボルグのコーチになり、ジュニア時代の1971年から1983年の現役引退までボルグを指導し続けた。ボルグは、全仏オープン6勝ウィンブルドン5連覇などの異業を成し遂げ、スウェーデン最大のテニス選手に成長する。 ベルゲリンの名前は1940年代1950年代の選手経歴以上にボルグのコーチとして有名になった。彼は1971年から1976年までデビスカップのスウェーデン代表監督を務め1975年のワールドグループ決勝でチェコスロバキア代表を3勝2敗で下し監督として スウェーデンをデビスカップ初優勝に導いた。2004年、レナート・ベルゲリンは、スベン・デビッドソン、ウルフ・シュミットと共に、スウェーデンテニス伝道入りを果たす。伝道入りの4年後、ベルゲリンは2008年11月4日に心不全のため、ストックホルム市内の病院で逝去し、祖国のテニスの歴史と共に歩んだ83年の生涯を閉じた。ありがとうございます。